ます。で、東京の事務局長の仁義です。それで今日の経緯とちょっと注意事項と、お話しさせていただいて乾杯とかに移りたいと思います。で、今日の経緯なんですけど、なんでパタゴニアでやるんだみたいなところなんですけども、私アースデー東京の事務局長をしていますが、アシードジャパンという国際青年環境 NGO の事務局長もしてます。はい。で、そのアシードジャパンがエコ貯金プロジェクトというお金の流れをエコにというか、いうプロジェクトをやってるんですが、そのプロジェクトが今年このパタゴニアの東京渋谷のお店のですね、助成金プログラムに選ばれまして、ちょっとですね、一月近く展示させていただくみたいなことをやってました。それで助成金をいただけたという、あの非常にあのいい機会をいただいたんですけど、ご縁いただきまして、ごちそうさまです。はい、いただきまして、これからちょっとお話ししていただく竹内さんと、あのちょっとなんか、やりたいねという話をしていて、ここに至ったということでございます。はい。で、今日の注意事項なんですけど、注意事項というとなんかあれですね、皆さんお店なので商品が並んでますね。結構環境に配慮して作られたものもあれば、私の今日持ってるパタゴニアのジャケットなんかもそうなんですけど、私はペットボトルリサイクルで作るんですけど、いろいろ素敵な商品が並んでます。これはお店の商品なので、皆さんあのもたれかかったりとか、あのビール置いたりとか、わーっとやらないでください。はい、来て帰ったりとか。それであの今日ですね、来て帰るのはもう犯罪ですよ。今日はあの販売してないので、後日ね、あの色になってますっていう、あ、子供にプレゼントしたいとかっていうのはあの目つけといて、あの唾つけないでください。はい。で、ということで1階も商品たくさん置いてあるんですけども、1階にはあの立ち入らないというか、行かないようにしてください。はい。